せるなぁ。汗の夏に柑橘系ブラバース、カリフォルニアシャワーブラバース。新鮮男のシャワーコロン、柑橘系ブラバース。若さのブラッバス、オレンジエクスプレス。香りのエクスプレス、オーデコロンブラッバス。乱れてますよ。え、しましょう。あ、スピーディーに爽やかに、スプレータイプのヘアリキッド、セッティングブローブラバス、きっちりしましょう。サイン一つで資生堂化粧品が買える花椿カード、今美しい人は必ず持ってます。持ってます。このステッカーのお店でどうぞ。セイボリーフライドの香ばしさ、どこを割ってもアーモンド。ハリウッドに行くかネオンシャツをもらうか、どんどん応募してくださいね。男は花の香りに弱いのです。イブの香り、ああ、また恋が始まる。男にはロブ。山から降りてくると女性が美しく見えるな。気分上々、ハイニッカ。奥さんと氷は新しい方がいいのかな。気分上々、ハイニッカ。遥かムー大陸の鼓動が聞こえてくるようだ。謎の島イースター、見果ての夢にコーヒーで乾杯、大道ブレンドコーヒー。使いすぎたかなと思ったら目一休み。そこで新しい処方で疲れ目効果が良くなった新サンテドウー。
目の疲れに。新三手堂。目が疲れたら三手ブレイク。目の疲れに新三手堂。新しい処方で疲れ目効果が良くなりました。遊べば気分がいい。でも目の疲れには新サンテドウの一滴。新サンテドウ、目すっきり。新サンテドウ。私は涙タイプのサンテソフト。仕事が面白くなってきた。でももっと気にしてほしいな、目の疲れ。新サンテドウ、目すっきり。新サンテ。一日だった。とにかく疲れた一日だった。目の疲れに新サンテドウの一滴。新サンテドウ、目すっきり。新サンテドウ。私は涙タイプのサンテソフト。僕はまだ。じゃあちょっと失礼させてもらいます。死人みたいにげっそりしてどうかしちゃったんですか。病気で。もういいの？会社休んだ時あったじゃん。あれ始末して。どっか行くの？これからまだ仕事？お前今日人形町の頭のとこ行ったんだって。あいつと初対面するんだってな。おめでとう。テレビの画面が隅まで見える。隅から隅まで見える。選ぶなら東芝。画面はフラット、コーナーは直角。もちろんニューメディア対応。東芝コアフラットスクエア。人間丸く、テレビは四角。コーナーは直角、画面はフラット。細かい文字まではっきり見える。ファインピッチブラウン管で一段とくっきり。ダブル RGB で未来対応もさらに広がりました。ニューメディア鮮やか。東芝コア FS ファイン。遥か海へ風は通るよ。直角、画面はフラット。近づく文字多重放送、キャプテンシステムなど RGB で鮮やかに見る。四角い画面で未来が丸見え。東芝コアフラットスクエア。サイズ週刊誌、軽さ 2.5 キロ、世界最小最軽量。ポータブルビデオビュースター。ここまで小さく軽くなった。選ぶなら東芝、軽快です。東芝ポータブルビデオビュースター。
フラット。だからすごーく見やすいテレビは、はっと思わず目を見張るかっこいいテレビは、スピーカーもフラット、だからクリアーな音のテレビは、ええー、なー、こわら大したテレビだ、テレビだ。ニューメディア対応、東芝コア FS2000。 ウルトラマンだ、ビースターだ、みんなのビデオ、鮮明画像の東芝ビュースター。番組予約も簡単なワンタッチタイマー採用、そして魅力の10万6000円、ビデオがぐーんと身近になりました。ウルトラマンありがとう。東芝ビデオ、リモコンプレゼント中。東芝ビデオビュースター D60、 新しい VG4 ヘッド搭載、フォーヘッドだから止めてみるスキル、じっくり見るスロー、逆転再生も鮮やか。コーナーは直角、画面はフラット、細かい文字まではっきり見える東芝コア FS ファイン、パーソナルコンピューター、身近になった文字多重放送、近づく SHF 放送など、ファインピッチフルスクエアブラウン管で一段と鮮やか、東芝コア FS ファイン。夢四角春振り回し、直角でフラットな画面、映像入力端子、オンオフタイマーリモコンの東芝フリマージュ FS 新登場。新登場、東芝コア FS2000、 ひときわ鮮やか、2000文字対応のフラット画面、ひときわクリア、フラットスピーカー、ニューメディアフル装備。今度の未来は面白そう。東芝コア FS2000。 東芝カラーテレビはここにご注目、画面はフラット、コーナーは直角、フラット&スクエアの FS と美しい女性には目が離せないね。ここは FS ファイン、ときめき FS、ヒヤジ FS、 フリマージュ FS、 みんなグッドロッキングだね。東芝カラーテレビ FS シリーズ。心にいつも汗、紳士服のふたた。ビジネスにゆとり、日立のイエス。企業で部門で日立のイエスコンピュータ。日立。綺麗だ。綺麗な面だ。もうちょっと。ずっと見つめていたい。この面が美しい。日清新桃金ラーメン。君もそう思わないかね？おい。そういえば明日水天宮様に草刈正雄来るってよ。へえ。何でもテレビの年越し番組の中継あるらしいよ。ほんと？うん。お前今年は草刈さんに年賀状書かねえのか？去年も一昨年も出してたじゃねえか。兄さん先に寝て、もうちょっとかかるから。